こんにちは、ゴーゴー倫理のお時間です。この番組は宜野湾市倫理法人会の提供でお送りいたします。毎週金曜日この時間は、この時間リスナーさん一人一人が幸せな人生を送れるような気づきやヒントをお伝えできればいいなと思ってこの番組をやっております。お相手は FM 宜野湾スタッフのさっこがお届けしたいと思います。この番組は宜野湾ヒルズ通りFM 宜野湾のスタジオから生放送で午後1時30分までお送りいたします。番組前半は職場の教養より本日のお話をご紹介していきます。そして後半は、万人幸福のしおりからお話を少しやっていきたいと思います。ということでこの番組ではメールメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com797@fmginowan.com また FM ギノワンではインターネットにてタイマル放送を行っております。スマホでも聞くことができアプリリスラジオをダウンロードしていただくといつでも聞くことができます。そしてユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信していますのでそちらからもお楽しみください。はい、皆さん気軽にですねコメントまたメールお待ちしております。まずタイゴさんからウェイと来てますね。ありがとうございます。また素敵なコメントお待ちしておりますタイゴさん。はい、ということで本日の一曲いきたいと思います。これ私のですね大好きな歌でなんかやる気出そうって思う曲、あの3年 B 組金八先生ってあるじゃないですか。ありましたよね昔ね。それの多分の上戸彩さんの時の海援隊の歌ですね。お聞きください。まっすぐの歌。
まっすぐの歌でした。海援隊さんですね、はい、やっぱりいいですね。この武田鉄矢さんの、ね、歌い方がもうすごく大好きです、私は、うん、皆さんもね、またこのリクエストとかありましたらメールください、はい、それではこのコーナーですね、職場の教養より本日のお話をしていきたいと思います。今日は3月23日金曜日ですね。はい、職人の腕、 T さんの家の近くには創業80年の畳店があります。子どもの頃、その店の前を通るときに職人が何人も並んで畳を作っている姿を見ていました。しかし最近見かけるのは70代の2代目店主と後継ぎ息子の2人だけです。畳の製作は機械で作る部分が多くなってきたといいます。それでも2日に1回は利き手に手当てをつけて針と糸を操っている姿を目にします。 T さんは畳に向き合う2人の姿を見るたびに仕事に取り組む気迫のようなものを感じました。ある時、店主に自分の手で作るより機械で作る方が楽ではありませんか?と尋ねてみました。すると店主はこう言いました。機械はいつも同じように動いてくれるけど、時に調子が悪くなったり、故障してしまう。そんな時はお客様に迷惑をかけないように手作業で対応する。だから腕が鈍らないように定期的にやっているんだよ。日々努力だよ。と言っていました。ということで、お客様に迷惑をかけないようにと、日々努力という言葉に職人の気概を感じて T さんは身が引き締まりました。今日の心がけ、日々努力を重ねていきましょうということですね。はい、そうですよね。機械だとね、壊れてしまう可能性とかもいっぱいあるから、お客様に迷惑をかけないように日々努力でね、なんか本当に職人さんって感じですね。私だと多分もう手を抜いてしまうと思うんですけど、もう機械がやってくれるからと思って、そうしていくとね、大変ですよね、はい、このラジオ局もこの人の手とプログラムでこう放送していったりするんですけど、なんかね、プログラムがね、あれですよね、頼り切ってて、このパソコンが壊れた時とかにすごく困りますよね。どうしようどうしようってなるんですけど、やっぱりこう気が利いてたり、毎回こういう想定してたりしてたら、このじゃあ携帯から流そうとかね、いろんな方法でやってくれる人とかもいるのでね、やっぱり日々努力ですね。仕事も、まあ、私生活もですけどね、はい努力していきましょう。そしてですね、皆さん、3月21日水曜日、祝日でしたよね。実は秋分の日で、ね、大抵の人はね、休みだったと思うんですけど、私たちはね、こう放送業とかは全く、祝日とかは全く関係ないんですけれども、でもやっぱり祝日って何の日かって調べないですよね、皆さんね。はい、私も別になんか、ああ秋分の日なんだぐらいで終わってたんですけど、この職場の教養、3月21日水曜日のですね、職場の教養を読んで勉強しようと思いました。はい、ではちょっと読んでみたいと思います。秋分の日、本日は二十四節気の一つ秋分の日です。国民の祝日であり、またこの頃から昼夜の長さが同じくらいになる時期でもあります。制定されたのは昭和23年で、その趣旨は自然をたたえ生物を慈しむというものです。では制定前まではどのような日だったのでしょうか。この日はもともと春季皇霊祭という大祭の一つでした。毎年天皇陛下が宮中の皇霊殿で歴代の天皇皇后陛下、皇親の御霊を祀る儀式を執行されることから、国家の祭日だったのです。現在の祝日が制定される際の趣旨を知り、
さらにはその日の歴史や経緯を知ると、新たな気づきを得て、より深みのある一日を過ごすことができるかもしれません。お彼岸の中日、お墓参りに行く人も多いでしょう。ご先祖様への供養や感謝を深めるにも最良の日と言えます。またとない平成30年の秋分の日、皆さんはどのように過ごしましたか？ということで、心がけが祝日の背景に目を向けましょう。ということでね、なかなかね、目向けれないですよね。なんかいろいろ次あるのが多分昭和の日とかだったかな、でしたっけ、昭和の日かなっていうのも私さっきちょっと調べてみたんですけど、これは昭和天皇の誕生日なんですね。でも今年は、振り替え休日で30日が多分祝日になってますね。4月29日が天皇の誕生日ということでね、なんかそういうの調べていくと面白いですよね。あと沖縄だとね、旧暦でちょっと調べてみたりてるんですかね。あ、タイゴさん、なんか祝日増えるのかなと来てるんですけど、増えるんですかね、祝日、どうなんだろう。ああ、平成の日とかあるんですかね、ないのかな。平成からこの次の新しい年号に変わった日とかもね、なんかできそうですよね。あと私年号で思ったんですけど、最近友達と話してて、次の年号何かなって言ってたんですけど、なんかなんだろう、昭和平成ってきて、多分昭和さんとかいう名字っていますよね、いないのかな。沖縄で一番多い日がとか年号がなんかね、こっちんだとか、そういう風になったら面白いなと思うんですけどね。なんかちょっとユニークな年号つけてくれたら楽しくなりますよね、こっちもね。沖縄の人大爆笑ですけどね、そういうのもいいな。ということで、祝日の背景に目を向けましょうということでした。はい、以上、職場の教養より、3月23日金曜日のお話と3月21日水曜日秋分の日というお話でした。それでは CM を挟んでですね、万人幸福のしおりからお話をしていきたいと思います。はい、あ、太鼓さん、でも平成天皇陛下誕生日増えそうな気がする確かにね、いいのあってほしいですね。昭和の日だから平成の日になるんですかね。やってほしい。はい、ということで、それでは一旦 CM です。あ、皆様のおかげでした。見てない、面白かったんですか、太鼓さん。後でネットで見てみようと思います。時刻はですね、13時16分を回りました。皆さんもお昼ご飯は済みましたでしょうか。はい、お昼ご飯もね、とか朝ご飯、夜ご飯って、このご飯ってあれですよね、この一日の活力というか、仕事もやっぱり食べないとはかどらないですよね。ただね、お昼ご飯食べた後すごく眠くなるんですけど、
皆さん職場でこういうのってどうやって乗り越えてますか、眠気昼食後の今ぐらいじゃないですか、多分1時2時ぐらいからね、すごく眠くなったりしますよね、うん、まあ、またこのお話していきたいんですが、万人幸福のしおりからですね、はい、皆さんもあの今多分眠気が来てる頃だと思うんですけど、ちょっと聞いてみてください。はい、万人幸福のしおりから、人生は神の演劇、その主役は己自身である。こちらは人生進撃と言います、はい。宇宙の生命、統一の中心、万象の根源、これを神あるいは仏という。民族により宗教によりいろいろと名称は異なり、見方は違っているが、ただ一つの宇宙の統一力、支配者、主催者を言うのである。しかし神は言うなるもの、説明を超え、思意を絶する感覚の外にある。言いようもなく考えようもない、絶対といい無限とも言う。光明無量、また寿命無量、そうした言葉の末で、その真を尽くし得るものではない。言えばすでに違う、考えればもうこれとはなれる。万象は神の発見、世界は神の権限、人は神の生を受けて現れ、あたかも天界での星のごとく、小宇宙をなし、小中心をなして、その折々の境において周囲におる。すでに有なる力が現れて万象となり、形を取った力は潜んで有界に統一する。故に有権一体であり、信心不二である。この理を実にしたもの、これを信心合一、下脱、献身などと名付ける。ここまで気づいて、人は初めて真の自由を得る。人材奔放、心の欲するところに従って乗りを越えない。有権に出入し、信心に悠々して、自在ならざるはない。人かと思えば神、神かと思えば人、信心一致である。ここに人が見解の主となる意味が成り立つ。人は生命を神に受けているが、一度生まれれば各々の人生を受けて自由となる。この自由は舞台における俳優の自由である。人生は演劇である。劇作家、監督、演出、それはただ一人で兼ねていて、絶好無比、衆と無類、至らぬく間もなく及ばぬ辞書もない。幸運も細かに行き届いたものかと恐れいる。その上批評もし、報酬も与え、賞罰もあるが、公平無視、かつて一度の手落ちもなく、しすぎもない。この演劇は悠久の古から永遠の未来にまで踊り続けている。大規模の幕切れなしの劇である。全地上が舞台であり、濃蓝の海と緑の丘とコバルトの空と背景の美しさ、花はあり、紅葉あり、鳥鳴き、魚踊る、回り舞台には昼夜の別もない。その大演劇の主役は己自身である。家にあっては父、会社に出ては社員、そして旅行もあり、選挙もある。その時その場をいかに真理の筋書きに合するように演出しているか。役者がこの頃怠けているぞ、いや得意になりすぎだぞ。名優は言った、うまいと拍手をされるようなことではダメだ。時には他人の演ずる舞台の感激の場面もある。いずれを見ても悲劇、喜劇が演ぜられている。小説や映画などはこの人生劇の一部を切り取って解説した説明書である。これを手引きに、地球座人生劇場の真理の芸術を満喫してはいかがであろう。無料、露天大、大活劇、新旧、喜悲、男女、老若、とりどりの大演劇である。そしてその主役は己自身である。演出の作法、ルール
は絶対倫理であり万人幸福の道であるということですね。はい、なんかちょこっとだけ読むつもりが全部読んでしまいましたね。ちょっと難しい言葉がねいっぱい出てきたのであまり私もわからなかったんですけど、でもね、人生は神の演劇、その主役は己自身である。一人一人のね人生の主役がもうあなた自身ということでしょうね、多分ね。当たってるかな。はい、でもそうですね、人生のもう、ね、みんなヒロインってことですからね。ヒロインいいですね、ヒロインになりたいですね。でもヒロインなんですね、そうだ、はい、自分で言い聞かせてしまいましたが、さてそろそろエンディングのお時間が近づいてきました。ここで宜野湾市倫理法人会より、モーニングセミナーのお知らせです。モーニングセミナーのお知らせですが、はい、3月ですね、毎週月曜日やっているんですけれども、3月はもうこちらで最後になりますね。3月26日月曜日モーニングセミナーですね。場所はカルチャーリゾートフェストーネ、講話者ですね、中小企業診断士、異業経営コンサルタント、これは上刈谷さんなのか上刈谷さんなのか、上刈谷さんですね。ね、はい、テーマが、会社を元気にするということで、中小企業診断士、異業経営コンサルタント、もうなんか聞いてみたいですね。モーニングセミナーですね、お時間が朝の6時から朝7時までの1時間ですね。仕事行く前に聞いて頭を冴えさせてから行くとかね、いいんじゃないでしょうか。朝早く起きるのも本当に人生をね、早起きは人生をじゃないですね、早起きは三文の徳って言いますけれども本当に得します。私今日朝6時に起きて、はい、いろいろしてたんですけど、ここまではかどるのかっていうぐらい夜の家事もね全部終わって、あと夜はだから楽っていう、やっぱり早起きは三文の徳ですね。はい、しかも朝からこうやってねやってるところってあんまりないと思うので、皆さんぜひモーニングセミナー行ってみてください。はい、ということで、このモーニングセミナーはですね、もうどなたでも誰でも参加できるセミナーとなっております。お気軽にご参加ください。こちら無料ですね、モーニングセミナー無料となってますので、ぜひ行ってみてください。さてお相手はですね、 FM 宜野湾スタッフのサッコーがお届けしました。皆様今日はもう花の金曜日ということで、今なんかね金曜日早く返してくれるみたいなありますよね、なんかそういう、皆さんもそれでぜひ楽しい金曜日、そして週末過ごしてですね、また月曜日朝からモーニングセミナーに行って、はい、シャキッとして、まあ、遊ぶときは遊ぶ、休むときはがっつり休むという感じでね、皆さんやっていきましょう。ということでお相手は FM 宜野湾のサッコでした。さようなら、また来週この時間にお会いしましょう。